ロンジュモーの魚舎の銅像、ロンジュモーの魚舎は、アドルフ・アダンによる前三幕からなるオペラコミックで、1836年10月13日にパリのオペライコールコミック座で初演された。リブレットは、アドルフ・ドル・バンと、レオン・レビ・ブランズビックによってフランス語で書かれている。アダンのオペラコミックとしては、山小屋、我もしよなリーセバ、などと並ぶ代表作である。 アドルフ・アダン・アニエス・テリエによれば、当時、フランス全土での主要な交通機関は、駅馬車であったため、馬車の業者は、国民の間では、馴染みのある職業であった。しかし、鉄道の開通が迫っており、駅馬車はやがては姿を消す運命にあった。パリとサンジェルマン・アンレートを結ぶ鉄道により、移動時間も大幅に短縮され、移動が要因になっていった。そうした中で、 本作は馬車の御者に対する白鳥の歌のようなオマージュともなっている。一方で、聴衆も進行中産階級が増加していたが、彼らにとって社会での昇進や野心に関する物語以上に関心を引きつけるものはなかったのである。そうした意味からは、パリからオルレアンに向かう街道の駅馬車の御者がパリオペラ座の花形歌手になるという筋立ては、 中3階級の間で人気を獲得することに有益だったのである。アダンの最重要作である本作で、アダンは中心人物に華やかな役柄を与えるだけでなく、登場人物と場面をも生き生きと作曲して、世紀ある楽しめる作品となっている。本作の音楽については、会話の場面と歌の場面に分かれ、作品は楽器に満ちているが、音楽的には統一性を書いている。 御者のロンド、王彼は、なんと、立派なことか、は、非常に有名である。結婚式の場面でのマドレーヌの、ロンド、私の愛しい夫と美女の喜劇的なアリア、第三幕のシラビィックな三重章、吊るされる、吊るされる。とその後のマドレーヌとシャブルーの楽しげな和解の二重章、私の苦しみをよくわかってほしいなども成功している。 本作は19世紀末までは大変な人気を博したが、それ以降は間を置いて上演されているに過ぎない。アンリ・グルブドンによるプレボスとミシェル・パルティによればアダンは、わかりやすく、透明で、聴衆を喜ばすような音楽を作曲することが、唯一の目的としていたと語っていたが、その通りアダンの音楽は聴衆にとっては楽しくて、覚えやすいのが特徴となっている。このオペラコミックは、 オペレッタの祖先だということである。ラボアも本作はオペレッタ、長いオペレッタなのであると指摘している。グラウトは、アダンは本作を含むいくつかの作品で、次第に単位のないタイプのオペラコミックへの流れを推し進めていった。続く20年の間に、それはますます人気を集め、第二帝政時代に入ると、好都合な雰囲気に恵まれて、 オペレッタ大繁栄への道が開けたと指摘している。1836年10月13日にパリのオペライコールコミック座で初演は好評を得てすぐにフランス国内の他の劇場でも取り上げられヨーロッパへも広がっていった。1837年にはベルリン、ウィーン、ライプチヒ、プラハ、そしてリガに至るまでドイツ全土に広がった。本作は オペライコールコミックザのレパートリーに1894年まで残り569回の上演を記録した。イギリス初演は1837年3月13日、ロンドンのセントジェームズ劇場にて、アメリカ初演は1838年4月19日に、ニューオリンズのウルレアン劇場にて、カルベ、ハイマン、ベイリー、アストリュックらの配役で行われた。 近年の注目すべき上演としては2019年のパリオペラコミック座による上演が挙げられる。このクリスチャン・ラクロワが舞台装置と衣装を手掛けた華麗な公演は録画された。なお、本作はスペインの作曲家クリストバル・オードリードによってサルスエラに本案され、リオ派の御舎が制作されている。第一幕約50分、第二幕約50分、 第三幕、約二十五分、全幕で、約二時間五分時と場所、ルイ十五世紀聖火のフランスのロンジュモー、フォンテーヌブローロンジュモーの魚車駅馬車の魚車であるシャプルー、は、宿屋の主人であるマドレーヌと結婚式を挙げたばかりで、ある。二重章、何、二人とも、を歌い、二人は、お互いに、占い師に、自分たちの結婚が幸福なものになるか、占ってもらった。 しかし、二人とも占い師からは、明るい将来は見込めそうもないという、結果のようで、お互いはっきりとは言えない。しかし、こんな忌まわしい占いは無視して、幸福になろうという。すると、結婚式に参加しなかった友人の美女が現れ、マドレーヌは、以前、自分のことを愛していたが、シャプルーに結局、乗り換えたのさっと言って、不満を、喧嘩にする。 シャプルーは話題を変え、今晩は御車が出払っていて人手が足りないし、自分は新婚書屋なので美女に勤務を代わってくれないかと頼むが、友人の幸福を妬む美女は意地悪くも拒否する。そこに急ぎの旅をしているコルシー公爵がやってきて、どうしても今晩出発する、よう強要する。シャプルーとマドレーヌは運悪く厄介な客が来たものだと並行する。 結婚式に来てくれた客たちが宴会で飲み食いをしているとやがて夜になり新婚書屋の準備が整ったと盛り上がるがシャプルーは馬車を走らせなければならない羽目になる。コルシー公爵はシャプルーが宿屋で他の客と御車のロンド、を彼は立派な奴だ、を歌っているのを耳にし彼の美しい恋に感銘を受け探していた有望な歌手を発見したことに気づく。 そして、シャプルーに、お前が、歌手になれば、大金を手にして、貴族のような生活ができ、すべての女に愛され、国王の寵愛をも受けることができると言って、自分についてくる、よう説得する。シャプルーは妻を愛しているし、新婚主やなので、そんなことはとてもできないという。コルシーが、年間10万リーブルも稼げると必要に、説得するので、札束に目が眩み、 安易にも同意してしまう。これを聞いていた、美人も自分もパリに出て花を咲かせようと決意するが、ところで、マドレーヌには、何というのだと問うと、シャプルーは一週間で戻ると伝えてくれと言って、出発する。残されたマドレーヌは、唖然として、悲観にくれる。皆は、新婚書屋に捨てられるなど前代未聞と、同情するのだった。プレボストと、書礼10年後。 裕福なおばからマドレーヌは、莫大な財産を相続し、マダム・ドラトゥールとして知られようになっているが今でも、彼女のシャペルーを愛しているが、その気持ちを、ありや、彼にまた会いに行くを歌う。一方、シャプルーは、パリオペラ座の花形歌手になっており、サンファールという名で通っている。マダム・ドラトゥールは、シャプルーに復讐した上で、彼を取り戻したいと考えて思っており、彼女に惚れてしまっている。 コルシー公爵からサンファールについての情報を聞き出す。また、ビジも現在はオペラ座の合唱団のリーダーとなっており、アルサンドルと名乗っており、アリア、私は本当に花形だと自慢する。オペラ座の公演後、コルシー公爵はマダム・ドラトゥールの気を引こうとオペラ座のスターたちを集めた晩餐会を開催し、彼女を招待する。歌手たちはコルシー公爵に、 不平不満を抱き、疲れて、声が出ないなどと言い、かすれた声で歌ったりしてふざけていた。しかし、晩餐会が劇場で見たマダム・ドラトゥールのためのもので、あるとわかると、真面目に歌い出す。それから彼の美しいテナーで、サンファールは、コルシー公爵が彼女のために作曲した、キジバとのロマンスを披露する。サンファールは、彼女がマドレーヌに似ているため、 すぐにマダム・ドラトゥールの魅力に恋に落ちてしまう。しかし、マダム・ドラトゥールは、シャプルーが残してきた妻であるとは認識できないでいる。サンファールが二重賞で、この燃えるような情熱を受け止めてほしいと求愛すると、彼女が拒否する。彼は、それではこの件で胸を刺して死にますと言うと、彼女は、あなたが死んだら劇場の聴衆はどうなるの、という。サンファールは、そうですね。 工業主のためにも死ぬのはやめておきますと答える。彼女はあなたのその移り気が心配なのよ。舞台が変われば別の女性に愛を告白するのでしょうと質問される。そこへローズとアルサンドルがマドレーヌからの手紙を持ってやってくる。それには妻マドレーヌからのものでマダム・ドラトゥールに大声で読まれてしまい、あなたは結婚しているのねと事実を知られてしまう。 サンファールは、これは何かの間違いで、悪質ないたずらだと言い、ごまかそうとして、私を愛していないのですかと問う。彼女は正式な牧師によって、結婚式を挙げるという条件で結婚したいという。サンファールは、アルサンドルに頼んで合唱団員のブルドンを牧師に、変装させてインチキな結婚式ができ、合法的な結婚に縛られることなく、最愛の人を勝ち取りたいと考える。 しかし、コルシー公爵から、この狡猾な企みを知らされたマダム・ドラトゥールはそれを、ローズの協力を得て、阻止することにする。コルシー公爵は彼女に、あんな悪人と結婚してはいけないと釘を刺す。マダム・ドラトゥールは、コルシーとサンファールが休婚すると、彼女はサンファールを選び、結婚することになる。結婚式は、城の礼拝堂の鐘が鳴り響く中で行われ、 サンファールは大いに喜び、コルシー公爵はショックで倒れる。ショレ・フンスル・ロン・ジュモーの漁社サンファールに打ちまかされたことに腹を立てた、コルシー公爵は合唱団員ブルドンを牧師に偽装させたアルサンドルに、愛、彼の友人サンファールは、すでに彼の恋人と結婚していると彼に知らせる。公式絵が課せられる、銃婚罪はすでに犯されている。コルシー公爵は警察に、 この事実を通報し、この明らかな重婚行為を非難したのである。サンファールは、アリア、これで私も、貴族と喜びを表す。アルサンドル・とブルドンが、サンファールのところに来て、三重賞、吊るされる、吊るされる、を歌い、サンファールに、危機的状況を伝える。結婚式の夜、マドレーヌは復讐の計略を実行する。マドレーヌが、 昔の農民の服を着て現れると、サンファールは、彼女がマドレーヌであることを認識する。それから彼女は暗闇に紛れて、彼の目の前で金持ちの相続人であるマダムド・ラトゥールに変身し、小愛炉を変えて一人に役を演じて、彼の疑問を非難する。彼の結婚は悪夢となり、混乱し開婚の念に囚われる。警察が到着して、彼を逮捕すると、マダムド・ラトゥールは、 サンファールの最初の妻であるマドレーヌとして自分自身の身元を明かすことによって誤解を解く。このカップルは2回結婚し、シャプルーはその日から良い村人々のように愛することを誓う。そして以前は舞台のために彼女を捨てたが、今度は彼女のために舞台を捨てるという。一同はこれに感動して、ロンジュ号の御者は立派な奴だと歌い、ハッピーエンドとなる。 ありがとうございます。